きました。2名の新メンバーを加えて6名でのショーとなります。皆さんお楽しみください。最初のニュースです。台風20号の接近により世田谷区での被害が大きくなっている模様です。現場の南さん。はい、こちら今世田谷区に来ております、台風20号は雨風ともに威力を増して進んでおります。今年の台風は形が少し変わっています。史上例のない台風ですので気象庁にも何が起こるか分かりません。世田谷区の皆さん、十分にお気をつけください。続いてのニュースです。昨年最も話題となったラグビーワールドカップ、その主軸となったあの選手に話を聞くことができました。今この勝利の気持ち、いかがですか？いや、最高ですね。今までやってきたことが間違いじゃなかった。ジェイミーと一緒にやってきたことを、ビッサーの先頭に立ってやってきたことが正しかったということが今日証明されて、本当に最高の気分ですね。スクラムはいかがでしたか？いや、非常に感触が良かったですね。3本とも押し込んでペナルティー取ったと思ったんですけど、まあ、1、2本相手の方に上がってしまいましたけど、まあ、うちの価値のいいところは、今年で46歳なんですけど、他の46歳のお母さんたちも見たらね、やっぱ可愛いですよね。肌白いですし、身長もちっちゃいんでね、可愛らしくて、で料理うまいんでね、いつも家帰ったら作ってくれて、しかももう絶対作ってくれてるんで、そうっすね、まあ、帰り遅くても絶対に晩ご飯は机に置いてあるって感じの晩御飯もあるんで、助かってます。ありがとうございました。稲垣選手、ありがとうございました。今後の活躍も楽しみにしております。速報が入ったようです。先ほどまで猛威を振るっていた台風20号が嘘のように消えたようです。渋谷と中継がつながっているようです。現場の柴田さん。はい、こちら渋谷の柴田です。先ほどまでの台風が嘘のように入っております。清々しい天気となっております。新年が明け2週間ほど経ちますが、皆様インフルエンザと体調にはくれぐれもお気をつけください。以上、渋谷の柴田でした。現場の柴田さん、ありがとうございます。不思議なこともあるようですね。続いては特集です。 VTR をどうぞ。ランナーで活躍していたあの人は今何をしているのだろう。ランナー OB の今に迫った。すいません、すいません。おい、荒野さん。ええ、私が荒野ですけれども、今何をしてらっしゃったんですか？今は寸法を測る作業をしてるんです。全ての世の中のものの寸法を僕の体で測らせていただいてるんですけども、今日はエモーションの中谷さんよりエモーションにあるものの寸法チェックをしておるところでありまして、例えばこちらのこれですね、これも僕のこのエルボーの形で全て記録されております。まあ、体全てを使って僕は寸法を使えるので、例えばここのお顔を出すとですね、これも僕 の, 顔にフィットするようにもう完全にフィットするように使っていますね。気持ちいい。そして例えば皆
ているこのロープも、私の体を全て、使って寸法を測っているんでございます。皆さんの普段お使いのロープなんですけども、例えばこちらは僕の体のね、世の中のものは私の体でできて、今そういう仕事をしています。すいません。あ、はい。達也さんですか？あ、そうです。今何をしているんですか？あ、今は、絶対に角にいる妖精やってます。角にいる妖精？はい。角にいるんですか？あ、はい。皆さん の、 部屋だったり、街のだったり、いろんなところの角に私はいると思って問題ないと思います。ということはじゃあこっちの方の角にも、そういうことです。ということはじゃああっちの角にも、そういうことです。人には見えないんですね。はい、私の姿は人には見えないんです。妖精なんで。証拠ちょっと見せてもらっていいですか？証拠ですか？見えてないでしょ、妖精なんて。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。回してください。ありがとうございます。よろしく。本日はお忙しいところありがとうございました。達也さん、ちょっと一度姿見せてもらってもいいですか？おお、あ、お久しぶりでございます。久しぶりです。なんかランナーが10周年、あ、ランナーが10周年を迎えて、そう、10周年、めでたいです。おめでたいでございましたね。ねえ、どれくらいめでたいかっていうと、その皆様もその倍ぐらい見せたんじゃないかなと思いますけどね。笑いを取るっていう上で、何かアクションを起こした時に、やっぱりそれに対して何かアクションを起こしてくれるっていう仲間への信頼があることで成り立つと思うんですね。だから何も怖がらず、もうどんどん前に出て数を打ってね、その信頼感でその笑いを勝ち取っていってほしいなって思っちゃってます。うん、私も角で見てますんで。ありがとうございました。続きまして、本日最後のニュースです。まもなくワランナーのショーケースが始まるようです。現場の坂場雄介さん。はい、こちら現場の雄介です。今年もワランナーの皆さんにステージ袖に来ていただいております。今年のワランナーの皆さんに一つ言ずつ、意気込みの方を聞いていきたいと思います。それでは今年加入の春樹くん、一言お願いします。今日も朝ごはんに水やってきました。よろしくお願いします。植物を大事にする彼だそうです。それでは今年加入の朝田くん、一言お願いします。逆に何があるんですか？すいません、いっぱいかかりました。すいません、大ベテランの吉田くん、一言お願いします。お願いします。全身黄色で決めてくれた大森くん、お願いします。こちらピカチュウです。どうもどうもです。それでは最後、こちらのベテランの南くんに決め、最後締めてもらいたいと思います。お願いします。爆乳。
年のワランナーもこのように個々それぞれ、いろんなオリジナリティのあるメンバーが揃っているようなので、今年も皆さんぜひ楽しみにしてください。それではスタジオにお伺いします。ありがとうございました。本日のニュースは以上となります。それではワランナーのステージお楽しみください。